よーし。多分、この選択肢で分岐する。前回はお姉兄ちゃんを、助けて、お姉兄ちゃんに助けてもらったら、まあ、最悪のバッドエンドを迎えてしまった。今度はお兄ちゃんで行こう。お兄ちゃんかも？って、お前いたんか、お兄ちゃん。あ、そんなとこで何してんだ？かくれんぼの都合、かくれんぼ大好きだよな、お前。お兄ちゃん、かくれんぼはしないかな？なんだよ、しないのかよ。ちょっとかわいい。宝探ししてる。あ、いいね。そういうのいいね。僕の腕なんだけど。あ、何それ、楽しそうじゃん。5番目の足の次は、お前の腕探しか。いいぜ、協力する。んで、何するんだ？この箱の中が気になって。ほう。まずは、この箱ってわけだ。よし、いきなり見つかっちゃうぞ。いきなり見つかっちゃうよね。全くの面白みも。わ、お兄ちゃん見えないよ。うるせえ、お前は見るな。見たらかくれんぼ100回の刑だ。これはきつい。理不尽だ。ちょっと、中に何があったの？お前が見るのはまだ早い。お兄ちゃんっぽい。ハードなドスケベグッズがあったわ。逆に気になる。ドスケベ？一体どんな？まだ知らなくていいっつーの。とりあえずお前の腕は入ってなかったぜ。そっか、手伝ってくれてありがとう。そうなるんだね。お兄ちゃんのところに戻ってみるね。おう、頑張れよ。そうなるんだね。へえ。お兄ちゃんが気を利かせているのか？でもさ、なんか腕をなんか隠すってか、なんか殺す指示をしたのはさ、2番目のお姉ちゃん、おーい。迷子の、フル違う。迷子のお兄ちゃんなんだけど、おい、マジか、どこに行きやがった？どこにセーブすればいいんだ、これ。記憶1、1にセーブしよう。おい、どこに消えやがった、お兄ちゃん。足治ったからな、多分。あいつが行きそうなところは、双子だからわかるだろうっていう。どこ行った？いや、マジででも見当つかんな。お兄ちゃんがいないとさ、道しるべがなくなっちゃうよ。ヒントくれないからさ。行ってみるか。違うね、多分。俺の部屋かな。自室に戻るか。マジか。意外に早く治ったやんけ。どけどけどけ、どけ。普通に移動速度遅くなるからめんどくさい。やっぱここかな。いいね。他見てみる。ここはもういいかな。はーん、どこに行きやがったあいつ。奥の部屋まで見に行くか。すぐ行方をくらますからね。部屋が焼けるお兄ちゃんだぜ。でも右の部屋にいなかったらどうしよう。もうどこにいるか全くわからんけどね。いねえか。は？どこに消えたよ。てかもうそんなさ、ステージ広くねえからさ、隠れるところもないはずなんだけどな。会話してみようか、おね兄ちゃん。同じだね、これ。同じ。お兄ちゃん助けたいけどさ、いきなり、死んだ？ もはや死んだ？お兄ちゃんがいたとこちょっと探索してみる。消滅したぞ。溶けてなくなっちゃったよ、お兄ちゃん。実際にこれ死んでんの？リアルガチで。いや、でも死んでたらもっと血の溜まりがなんかやばい気はするよな。どうだ？見てみる、ちょっと。結婚だって。あれ？お兄ちゃん？あ、やっぱこれ見なきゃダメだったんだ。どこに行ったんだろう。これを見ることによって、進むみたいなね。どこにセーブすればいいのかマジでわかんない。記憶、あれさっきどこにしたっけ？ 1 にした？ 1 でいいや、もう。よくわからんし。よしよし。あれ暗くなった？ちょっと。なんか照明、嫌な流れ来てるよ。もう生死が死んでいたらもうそういうことなんよ。中が暗くて見えない。まずい。くたばっとるみんな。あんなに元気だったやつも、
元気だった精子も今はもう、まとわりつけくることもない。お兄ちゃんだ。あ、お兄ちゃん。ん？ああ、お前か。足は大丈夫なの？ああ、もうしっかりくっついたぜ。慣らすついでに少し散歩してたんだ。そっか、じゃあ一緒に腕探そう。ああ、そのことなんだが。お前の腕見つけたぜ。あ、マジか。え、本当に？どこにあったの？こっちだ、ついてこい。下、下？なんで？これがあなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。誰？どこ？どこだ、ここ。ねえ、お兄ちゃん。本当にこっちに僕の腕があった。え、なんかお兄ちゃん嘘ついてるよ。ここじゃないよ。こんなところ一度も来たことないよ。ああ、お前は来たことないな。でも俺は来たことある。だから安心しろ。うん。え、なんかお兄ちゃんが怖くなってきた。え、大丈夫？お兄ちゃん？なんでずっと顔さらしているんだろう。え？え、わかんないお兄ちゃんの目的が。あれ？この辺りぬかるんでる。どうしよう。このままじゃ倒れそう。お兄ちゃん、動けないよ。お兄ちゃん？ねえ。どこに行ったの、お兄ちゃん。え？血の雨。何か降ってきた。雨。全身が痛い。何これ。溶けてる。え？酸性雨？え、ママ。え、死んだ？兄ちゃん？兄ちゃん？は？兄ちゃんにはめられた？これ。え？何それ？死ぬの？一瞬で死んだんだけど。酸性、え、なんかさ、足の、なんかその、え、なになになに？エンディング1、四角。え、監視がいるじゃん。え、どういうこと？え、でも多分兄ちゃんあれ、黒幕だな、あれ。黒幕っていうか裏切ったよな、絶対。え、お姉ちゃん。パーツ？おい、あんなに仲良かったのに。マジかよ。二番目のお姉ちゃんに助けてもらおう。来た来た。お前、俺を殺そうとしてたんだってな。あら、あなたここで何をしているの？お姉ちゃん、あのね。今僕の腕を探してるの。その、できれば手伝ってほしい。腕を。監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら？無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの。そんな、でも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。はぁ、キモ。ママに会いたいなんて、私には理解ができない。お姉ちゃん、もしかしてママが、私は手伝わない。じゃあね。え？手伝ってくれよ。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな？多分嫌いなんだろうな。ここまではまあ、いつもと同じ感じはするが。どういう、でももう終わり近い感じはするな。お兄ちゃんいるね。どうしよう。どうした？え、そうなんの？仕方ない。こればっかりはどうしようもない。ああ、そうだな。代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるもの。いや、でもお兄ちゃんもう信用できないぞ。ぬかるむところに落とし穴見てる感じではめやがってたよ。ふざけんな、まじで。酸性雨で溶けて死んじゃったじゃねえか。え、何がしたいんだ？やっぱ、お母さんに会ってもいい未来がないから、もうここで安楽死しようみたいな、そういう気遣いなのかな。わからねえけど。いるわ、お姉ちゃん。何を見ている？私ね、夢を見ていたの。ママに会って、パパに会って、そして幸せになるんだって。私、ママに会ったことあるのよ。だけど、生まれた瞬間、私、ハサミで切り刻まれたの。ええー、マジ？何が起きたのか何もわからなかったわ。痛くて叫んでも、ママは手を止めなかった。いや、自分の娘にさ、ハサミで切り刻むって、マジ？私、いらない子だったの。邪魔な存在だったの。
私、嘘でもママに愛されたかった。でも愛されなかった。だけど、私が体を失って、初めて妹ができたとき、純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんとママに愛されますようにって、心の底から思った。その時はまだ、ママのことを信じてたの。でも実際は、私と同じでいらない子だった。私、この子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子はママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて、利口だったの。ママの声が聞こえた時も、この子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママが、もう今は信用できない。あんなママに合わせるくらいなら、あなたたちを殺してあげようって、そう思ったのが、ああ、やっぱりそういうことだったんだね。じゃあ僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？監視に関して、そうね。間違ってないわ。ああ、そうなんだね。4番目に頼んで殺そうとしたの。だけど、結局私が殺そうとしたことに変わりないわ。4番目の人は僕らを殺せる？監視しか思いつかないよ。正解。あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに、2人もくっついたのよ。そしてそれが、あなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。目玉さんは4番目だったんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係しているのかもしれないけど、私たちとは違うのは仕方がないわ。二人は好きな時に好きなように、監視と4番目に変身することができて、マジか。変幻自在、それを利用してあなたたちを殺すよう命じた。表向きはね。表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。そこが重要なんだよ。なんでもないわ。だけど、結局のところ、あなたたち、どちらかは必ず死ぬわ。なんで？え？あなたたち、双子の場合は少し難しいのよ。このママの中、そこら中ヒビだらけでしょ？監視がたくさん出入りしていたせいで。私たちのこの空間が限界なの。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも、全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。ああ、だからか。兄ちゃんは自分だけ出て行こうとして。私はあなたたちのためにだなんて。結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今更謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。いやー、で、お姉ちゃんなりに考えてくれてはいたってことだよね。まあ、安楽死的なノリで。いいよ。お姉ちゃんが僕に冷たい理由が分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしてたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんたって僕には、おね兄ちゃんの脳もあるからね。おねに？3番目のことを言ってるのかしら。お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。どういう結末になる？ちょっと何聞いてんのよ。ああ、1番目の兄ちゃん。な？あいつらは大丈夫っつったろ？やっぱり、隠し事は楽しくねえしな。そうね。でもまだ。まあ、一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんと、そういうとこキモいよ。死ね。あはあ？てかもうとっくに死んでるっつうの。あー、どうなるんだこれ。勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけだなんて、どう言えば。兄ちゃんは多分知ってるってことかな。片方しか生き残れないっていう話を。ねえ、お兄ちゃん。お話があるんだけど。
おい、なんだ？そんな勝負くれた顔して。二番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。いや、言うのか。ああ、一人しか残れないと。そりゃしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい？え？そんな、なんか軽いノリで。僕は。いや、マジか。お兄ちゃんと一緒に行きたい。僕はママに会いたい。でもそれは、お兄ちゃんと一緒にっていう意味だからね。そうか、俺も半分同じだ。え、半分ってどういう意味？俺はいざとなったらお前を優先する。本当か？だから確実な一緒は無理だな。僕が一人で行くってこと？ああ、そういうことだ。そんな、約束したのに。何か別の方法があるかもしれない。お兄ちゃんの足だって治ったんでしょ？一緒に方法を探そうよ。お前はびっくりするほどまっすぐで、びっくりするほどバカなんだな。本当に俺の弟か？弟だからお兄ちゃんと一緒に行きたいの。それに、今までお兄ちゃんがいなかったら、僕だってここにいないのかもしれない。僕、お兄ちゃんが一緒じゃないとダメなんだよ。なあ、お前は俺がいなくなっても覚えててくれるか？そんなの答えたくないよ。いなくなるみたいなこと言わないでよ。ああ、仕方ね。わがまま弟だな。わかったよ。一緒に行くぞ。お兄ちゃん。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。それまで一緒にいるだけだ。うん。じゃあ絶対見つけないとね。いやー、お兄ちゃん、なんか裏があるようで、ありそうで、ちょっと信用できていない。いない、俺は、正直。だってさ、一人で行きやがったやん、兄ちゃん。なんてか、待って。マジで双子なんだな。マジで双子って感じ。どこに行けばいいんだ？結局何をすればいいんだっけ、お兄ちゃん。腕を、とりあえず。ここ姉ちゃんに見てもらいたかったんだけど、やっぱり何が入ってるのか気になるな。お兄ちゃん探してくれないかな。スケベな何かが入ってたりして。スケベってどんなやつ？例えば？あー、答えてやろうか。例えばだな。おっぱ。ここ以外の場所探そう。ほんの冗談だぜ。いや、謎にその知識ある。ここ探さないの？じゃあどうする？行く場所の見当がつかないね。すごいな、だけど。一番目のお兄ちゃんと若干話が繋がってるの面白いね。こっちは？こっちは？はい。5番、兄ちゃんも会ったことない、あるっけ？話してみる。話せるか。あ、5番目を連れてきたんだな。答えは決まったってか？二人でママに会う方法を探してるの。なんだってまあ、無謀なことするね。でもそれが二人の答えなら、俺は協力はするぜ。まあ、あいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でも、どちらかなんて選べなかったから、こうするしかないと思って。いいね。何もしないで終わるのも嫌だろ。最後まであがきな。うん、頑張る。姉ちゃんいる？すげえ、集合だ。集合してるね。姉ちゃん。話せねえ。姉ちゃん？あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。結論は、その、二人でママに会いに行きたいの。ああ？舐めてんの？舐めてないよ。これから方法を探そうと思ってて。はぁ、ほんとアホな弟たちね。ごめんなさい。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも、残念だけど、ママの意志に、私たちは逆らうことができない。そういう風にできているの。じゃあ、二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。ん？あれ？いいの？アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ええー。ちょっと、そこの5番目、ちゃんと聞いてるの？お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？え？あ？俺の話してんの？
お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。どこにいるんだ？あら？見えていないの？なぜかしら。なんでだろう。僕は見えるのに。まあいいわ。とりあえず危険を伴ってもいいなら、二人で行きなさい。私たちがサポートして、出口まで案内してあげる。5番目にも伝えておいて。うん。お姉ちゃんありがとう。なんだこれ。何か水音が聞こえてこない？おい、大変だ。雨が降ってきたぞ。雨か？どうして今、酸性雨、さっきの。わかんねえ。他の場所からも、急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる。こっちに来い。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも確認しに行こう。兄ちゃん、知ってんじゃないの？急に水音が聞こえたから見てみたら、こんなことになったんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めてだぜ。お兄様たちでも初めてなんですか。これは異常事態に違いありませんね。思っていたより深刻なことになっているのね。誤算だったわ。何が起きたの？おー、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。え、溶ける？受精卵が現れると降るんだ。受精卵。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。あ、この雨触ると痛いな。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は僕らを溶かしちゃうみたい。ああ、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると時間の問題ね。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利くのよ。あとはアホと3番目。おう。はい。二人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず他の場所がどうなってるのか、それぞれのタイミングで調べてきて。あ、了解だぜ。任せとけ。了解です。僕たちにも何かできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね。つまり部屋から出ないように。うん。ちょっと、キモい返事しないでくれる？あ、はい。キモいキモい、めっちゃいいよね、お姉ちゃんね。誰を監視する？また分岐かよ。いやー、兄ちゃんから行くか。監視するってどういうことだ？自分で動かせるってことか。なるほどねー。じゃあ、この辺で終わっとこうか。まさかの自分が、なんかお兄ちゃんになれるっていう。はい。とりあえず今回はこの辺にしておきましょう。